はい、皆さんこんにちは、ゲームズのウシカノです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズのシロです。はい、今回ですね、伝説の武具の、はい、まあ、キャラ考察、キャラ考察とおつめ曲、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、今回ね、あのイベント期間かなり短いですね。はい、短いですよね。これで実質まあ6日ぐらい、そう、1週間ぐらいしかやってないんですよ。しかない1週、うん、そうだよね、1週間実質これやってないかね、うん、土曜日から、ね、やってないですね、金曜日で終わっちゃうんで、うん、すごい短いイベントなんですが、ちょっとねやっていきましょう。やっていきましょう。はい、ガチャですよ、ね、ガチャ、はい、まあ、みんなガチャモンスターだね今回。はい、やっぱいいですね。いいです。と、まあ、2話目は雨の村。はいはいはい、まあ、超絶特化っすもんね。そう、2台でも。そうそうそう、うん、まあイージスかな、うん、イージスかな、やっぱイージスが強いかな。まあ、イザナギゼロと、あとね、うん、もしかすると、うん、爆絶エデン、まあそうですね、刺さる可能性もあるんで、はい、でも現状イザナギゼロ、まあ、若干妥協になるんですけど、うん、大黒天、うん、この3つにも連れていける時点で十分強権です。確かに、はい、じゃあちょっと見ていこう。はい、じゃまずは、うん、あの村久保。はい、村久保、はい、これ結構目玉っちゃ目玉ですね。そうですね、まあ、どっちも、うん、キラー持ちで、うん、進化がドラゴン系、はいはいはい、で神化がセクシーライル、セクシーライル、で神化の方はまあ、うん、MS もついてるんで、はいはいはい、地雷に対応できると、うん、まあ、でもそうですね、進化は言えるだけ。そう、はいはい、どうですかね、これはね、ハクはいけんじゃん。そう、ドラゴンキラー EL をね、うん、ちゃんと計算してきたんですけど、うん、ハクあって弱点倍率4から5倍になるじゃないですか、うん、なんで弱点に1回ヒットするだけでハカーに対して120万ぐらい出せます。やば、ドラゴンキラー言える。でキラー発動時のコイルが10万そう超えるんですよ。バカっすねこれ。10万初だよね。10万初っす。10万超え、10万はね、やばい、やばい、一発10万ってやばいよ、はい、でこれが何がやばいかっていうと、まあでもそのハカーでしかね使い道がねないと思う。そんなに、まあ、今現状2ライカないでまだ使えてないんで、うん、何とも言えないんですけど、そう、よくよく考えてみたらね、ドラゴンってね、いるんだけどギミックがやっぱあったり。確かに、ね、まあ、ゴルディ・バルディ、ヤマタノオロチ、この辺りぐらいですね、使いとしては、うん、あとは遅いんですよね、246とかしかスピードがなくて。あ、なんでハカーに連れていくとしても加速を入れなきゃいけないし、かつその前の究極クエストで足引っ張るんで絶対。まあ確かに、うん、なんかうん、ダクドラとかそうそう言ってねえよ、はい、まあ、ファイアードラゴン連れてくのもあれだしね、貴族性だから、まあ、変なところでしか使えないですね。でもそのドラゴン族に対してだったらもうすこぶる強いです。確かに、はい、まあ、とんがりすぎてるところは、うん、とんがりすぎちゃったね、はい、逆に、はい、まあ、逆に神化はね、まあ、MS あることによって大黒天これもういけますから、ね、これもいけそうですね。確かにでワンウェイだし、うん、で張り付いてからの、はいはいはい、配置もしやすいですから、うん、あとあれ、うん、山竹ゼロなんですよ。山竹ゼロね、実はこれ陽線涙目だよね。早速ね、そう、あんだけ陽線ね、強い強いって言われて、陽線じゃんっつって、うん、早速そうそう、うん、山竹絶対倒すマンでね、うん、陽線出たのにもっと倒すマンが出ちゃったと。こっちの方がだっていいんじゃないかな、うん、あのね、間違いなく一つ言い切れるのは、うん、もう山竹ゼロでこいつ超えるキャラは出ないよ。これはね強すぎ、マジで強い、うん、これはやりすぎだよマジでってぐらい強いと思う。でもキラーに乗るんすよ友情が。いや、友情がキラーに乗るんですよ。いくらいなんだろう、じゃあキラーが友情に乗るんだ、間違えた。EL だから2万4000で、いや、パワー型だったんだ、確か。じゃあ1万7000ぐらいかな。そうですね、で、とにかくでも3万超えだった気がする。そう、確かに、まあ、遊撃も食べさせられるから、うん、まあ、3万前後いく、ね、行くのか、行くんですよ。でもおかしいっす、これかなり、これね、結構おかしいっす。で、12ターンランダーで貼り付けもできるし、うん、で、防御アップ、これね、トゲの床あるじゃないですか、あれの軽減もできるんで、うん、もうこいつ以上にハマるやつ多分いないと思う。だって言ってね、あそこ火だめ中ボス戦とか沖田とかね、うん、平とか、うん、大きいですから。大きいですね、ちょっとでもね、防御上げときたいよね、うん、そう、ホーミングとかが多いんで、うん、避けれないんですよね。確かに、なんだから防御上げたり怪我減りするしかないから、はい、ちょうどいい、素晴らしいですね、この戦、まあ、こいつはなかなか、うん、目玉キャラ、うん、次普通に山竹とかでも使えるし、ね、確かに普通の、はい、ゲイボルグ、ゲイボルグ、まあ、うん、はい、進化どっちも神がも貫通、うん、貫通両方ですね、うん、で、まあ、アンチワープ、アンチブロックと、はい、アンチウィンド、アンチワープ、はい、この子はね現状使い道がそんなにございません、うん、で強いかって言われると強くもない、うん、まあ今後っすよね、うん、神化の方が、ね、うん、なんかまあバランスはいいですけどね、一回自分フレンドで使ったんですけど、うん、ただギミックがやっぱりどうしてもね、うん、そうね、最近のアンチワープね、うん、どうしても他のアンチワープ持ち、うん、アンチワープだけだったらね、うん、連れてっちゃうんじゃないかなっていう気がするんで、はいはいはい、
で進化は一応砲撃型の斬撃持ってて、うん、で16ターン目ってよ、これ追撃が大体30から35万ぐらい、うん、だから雑魚処理にはいいんですよね、そう貫通めて16ターンでもね、うん、普通のやつでもそんなやっぱりね、うん、でまあ使わないですからね、雑魚処理だけになんか2回3回なんかキラーが乗る大巨小強とか、うん確かに確かに野牛の神化とかだったら、うん、ガンガンそのもうメインダメージソースとしてどんどん使っていけるんですけど、そんな16ターンの方のね、うん、メテオセスは、うん、雑魚処理ぐらいだな、はいはい、でもなんか最近のねヒットポイント高い雑魚とか出てきたら多分倒しきれないぐらいの威力なんで、 そんなにやっぱ使えはしない、うんうん、だからゲイボルグだけ狙ってっていうのは多分まあいないと思うけど、確かによくはないと、はいはい、神化強いめっちゃ強いですけどね、うん、空腹と同じ SS、うん、倍率は空腹より下なんですけど、うんうんまあ、斬撃長距離メートルも総威力でいうと高いですからね、高いですね、長距離メートルついてるだけで、うんまあ、ただねあのビットンとかその辺にやっぱ弱くなっちゃう、オーランチもそうだし、うんまあ、ちょっと 今後だね、今後ですね、ワープとブロック、あウィンドとブロックの価値が上がってきたらバカみたいに価値は上がってくると思います、うん、はいはい来ましたね、でまあ当たりキャラの、はい、これ当たりキャライージーすかな、間違いない、はいうん、やっぱ神化っすか、神化でしょうね、うんまあ、まず1体目が当たったら神化にするな、まあ、そうですよね、うん、進化結構なんか代用効かないっすよね、本当にあの超強毒核散弾、うんまあ、初めてだし、うん、初めてですよねこれ、まあ、すごいっすよ、うんうん、5万になったんだよね、うん、あそうですねダメージが普通の、そうだよね、拡散で5万って結構強いっすよね、強いって思うよ、しかも4ターン継続だよね、うん、あそうそうそうです、だから20万で、ねはいはいうん、それがまあ4ターンか分かんない3ターンとかまあ15万か20万継続で、はい、それがまあね、うん、とりあえず雑魚多かったらそれが時間はかかるけどね、うんうんうん、減るあの減らすことできるんで、まあ、十分ですよね、十分だと思う、うん、でドッキリ SS がこれ70万かける3、うん、3ターンの、生命とかと一緒のリボン髪型とかね、うん一緒なんですけど、これ SS 短縮で確か16ターンで打てるんですよ、これ短縮ついたら結構強い SS だよな、うん、そうそうそう普通に16ターンで200万固定で出せるって考えると普通に強い SS、 強いね、それだったらもうどんどん、うん、どんどんっていうか、うん、打っていった方がいいよね、だってこれ3ターン結局こそかかるから総ダメージ出すのに、あそうですね、うん、確かにだったら打っていった方が、うんいいかなっていうので、うんまあ、短縮とも相性がいいのかなっていう気がします、はいはいはいまあ、ただ反射で仲間を当たりにくいっていうのと今の言ったのは結構理想論でかなり理想なんだけどあの短縮毎ターン3回しなきゃいけないっていうあれがあるんで、うんまあ、理想だけ見れば強いけど実際使ってみるとそこまで強くはないってキャラだね、神か、うんうんうん、まあでもね、うん、そうここでなんか調教をわざわざ独角さんに出してきたのになんか裏がありそうだけど、ね、確かになんかだから調教最近流行ってますね、そうそう流行ってる何でもつければいいと思ってる、なんかね、はいまあ、これまではだから、1万5000とか3万か、はい、毒のダメージが、ね、だからそれでは倒せないなんか、ね、サソリとか敵が出てきて、うん、こいつの毒核酸でやっと1ターンで倒せるみたいなのは、はいはいはい、こいつ言うと楽になる、そうそう楽になる、あるっちゃあるかもしれないね、うん、で本当にワンチャンエデンもあるからね、確かに確かに、うん、普通にね、全然、うん、サソリまで超絶爆絶出てないし、そう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 、はい、はい、じゃあ神化と、はい神化、これ文句ない、ね、うん、まあ、スワビキルガリ属性キラーの、うん、はい、アーチアップ、アーチアップ、これ文句ないっす、まあ、SS 自強化ビット破壊ですね、うん、この美破壊がね、しかも自強化、まあ、パワー&スピードがアップじゃなくて、うんうん、パワー&スピードが大アップ、はい、なんで、まあ、倍率は高い、うん、で美破壊、うん、まあ、お量の SS っすね、そうっすね、うん、まあ無難な、うん、まあでもやっぱ、はい、エナサです、うん、キラーが乗るエナサがね強いっすね、これやばいね、うん、威力でいうとルシーカなんですけどね、はるかに、まあ、なんですけど範囲が M なんですよ、うん、これ結構でかい、うんうん、M の方がやっぱ当てやすい感じがありますからね、そう、まあ、カンホはまあお察しですけど、うん、まあ、稲沢の砲台として使えると、うん、スワビいいですね、スワビ、うん、これ卑弥呼でもずっと思うけどスワビキラーやっぱいいですね、号令でもねこれなるしね、なんだっけ、なんかで使ってすごい強かったんだよな、うん、なんですかね、あれじゃないですか、スキラじゃないですか、あスキラだ、スキラの時超強かった、強かった、だからルシと組み合わせたらもうね、うん、言うことなかった、エナサがそう号令と組み合わせても動かしてもキラ乗ってるから強いし、うん、これはねもう文句ない、エナサも強いし、これもね期待できる、期待できるね、うん、ちょっとまあなかなか属性キラ持ちに乗るやつって、うん、ちょうど珍しいから、うん、珍しいですね、卑弥呼について、うん、星6ガチャゲンは2体目ですよ、超貴重じゃん、うん、まあ、属性キラーの話ですけどね、うんうん、めっちゃ貴重っすね、
なんで、まあ、今後期待、この子も、まあ、まさに現状強いけどね。エデンに期待、うん、エデン期待だね。エデン期待確かに持ってないけどね、うん、俺も持ってないけど持ってないけど2人とも持ってないから、うん、ガチャ動画は出す予定ですけど、うん、まあ、最終日で、でもこれハマったら最悪っすよね。俺最悪だねもう何もできない、まあ、不利だね、うん、不利になっちゃう。はい、はいはい、じゃあ降臨いきます。はい、降臨です。はい、まあ、今回降臨と、うん、まあ、ヤマタノオロチですね、うん、1体目、はい、こうですね、うん、進化がアジンキラー L、うん、L です、うん、L だね。でカメカは今見た赤通り、はい、アンチウィンドアンチワップ、アンチウィンドアンチワップ、フットバシ S です、毒斬り。一応降臨で唯一の全方位ショットガンかな、確か、うん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 、初だね確かに、うん、進化の、うん、アジンキラーが、そうそうそう、でキラー乗るんだけどパワー型だからもともと威力が、そう1500、うん、一発がで分散もするし威力は出せない、うん、なんで進化は作んなくていいっす、うん、神化かな作るとしたら。これもなんかゲイボルグと一緒の理由です。確かに、うん、まあ現状ね、反風はね、うん、そんなに反風反風いいっすね。反風は、はい、あってもなくても、はいはいはい、困らないですからね。困らないですね、現状ね。まあでも、アンチワープとかマインスイーパー出た時も実際こんなんいらねえだろみたいな言われたじゃないですか。特にアンチワープは言われてた、うん、なんでそういう感じで上がってくるならアンチウィンドもここから全然価値は上がってくる可能性がある、うん、まあ、そういう風にシフトしていくんだと思いますよ、うん、今増えてきてますから、うん、まあ、現状だから今使えないって言ってるけど今後使える可能性は十分にある、あるね、そうそう、サソリに強いしね、うん、この子、はい、まあ、現状では強い。飛ばし SS も普通に降臨じゃ強い SS の方、はい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 、うん、確かね7万固定1回吹っ飛ばすことに、なんで、まあ、弱いっす。そんな SS でも火力は、うん、10万とかね、うん、ガチャゲンのやつに比べるとちょっとあれかもしれないけど、ね、まあ、カリンとかと一緒かな、うん、確かに。なんで運枠として期待して作っとくのはいいかもしれないね、はいはい、あとクエストは簡単なんですよね。確かに、そうそうそう、そんなに難しい、うん、クエストは簡単なんで確かに周回はしやすいかな、はいはい、別に作ってもいいと、うん、はい、で次はスキュラ、はい、スキュラ、まあ、今回はスキュラかな、はい、降臨のだとね、これ直しかさん結構思い入れがありますもんね、スキュラ。思い入れは別にね、思い入れはないか、ない、ないけど珍しく、まあ、久々、そう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 、はい、可愛いしね、まあ、上川優、うん、ね、ビシャモンテに次いで、はいはいはい、降臨のダンクレーザー、いいやつ、ダンクレーザー来たね、まあ、パワー型なんで威力はね、うん、それはビシャモンに比べれば低いですけど、はい、そうですね、SS がね、うん、これ強いんですよ。そうね、弱点オフでもね、そう、まあ、パワー型だから、うん、攻撃力高いんでね、はい、ダメージ出しやすいのと、はいはいはい、意外にスピードも上がるんで、うん、ちゃんと弱点オフすればね100万ぐらい出てましたね、うん、公式のだと。イメージで言うとあのゴースト神化の号令を横眼で使った感じかな、うん、確かに、うん、でそこから反撃で、はい、ロックオンワンウェイになりますね、うんうんうん、まあ、中心が近い敵、そうそう、まあ、ダンクがねロックオンになる、うん、そう、はい、はい、まあ、それが強いと。ダンクレーザー の威力はあのアーサーのワンウェイと一緒の威力です、うんうんうん、パワー型でダンクの威力がちょっと下がって、はい、こいつ進化なんだ、うん、進化ねアンチワープだけだった気がする。短縮だったっけな、アンチワープだけで、アンチワープジオタなんだ、爆発、うん、まあ神化一択だな、これだったら間違いないね、うん、もう進化にするメリットはそこまでない、完全に、まあ、外互換って言っていいか、うん、まあそうですね、神化が上位互換だね完全に、まあ、若干サポートがちょっと進化は特化してるかなって、うん、爆発のおかげだけど、うんうん、まあ、スキュラーもね、うん、周りかなり回りやすい、うん、めっちゃ回りやすいだったんで、これは作っといていいんじゃないかな、作るべきですね、これは可愛いし、うん、まあ、アンチワープ貫通っていう最近だと、まあ、古くからいるオロチマル、うん、あと光サガ、あ、そうね、うん、その辺が今一応アンチワープの貫通の運枠なんですけど、はいはいはい、まあ、その辺いなかったらやっぱ作ってもいい、うんうん、超絶でアンチワープ貫通光属性いないからね、確かに、うん、だからまあ作っといていい、うん、大国とちょっと被るっちゃ被るけど、うん、大国またね難しいとこ、まあそうだね、時間かかりますけど、うん、こっちはちょっとねもう少し時間で短縮して作れると思うんで、うま、ん、くでこれぐらい火力出してくれたらいいっすよね、十分なんじゃないかな、うん、十分っすよね、はい、スキルは作るべきだと思います、はい、うん、はい、墓も狙えるしね、クエスト、ああ確かに確かに、うん、なんで、うん、やりたい放題ですよスキルは、うん、まあ、狙いつつ作るのもあり、はい、はい、どうですかね、はい、今回どう、はい、あのね総括して短いくせに、うん、ガチャも降臨も強い確かに、うん、でこれはもうちょっとねちゃんとねいつものね降臨のねあの長さでやってほしかったよね、そうね、うん、なんでこの量短くしたのかは分からない、まあ、確かに、うん、もうそうだよね、うん、普通だってだって終わるの8だから、うん、だっていつもね超獣シーズン始まるのってもうちょいやっぱ13とか、うん、そうそうそう、それぐらいまで13、14、15ぐらいまでは、なんかね、そうやってるんですよね、普通だったらあるよね、うん、普通やってる、今回なんかね
なんぞとちょうど、爆裂そうかエデンが来る日に終わるによった、うんうん、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれないですけど、うん、その兼ね合いもなんか臭いなんか匂うね匂うねなんかいろいろ匂うけどね分かんないけどなんかまあ前倒しになっちゃったっていうイベントですね、うん、あ前倒しになっちゃった言ってみれば、ね、まあ、はいはいはい、うん、まあでもその代わり、うん、ガチャも強いよ降臨も、うん、割りかしね割りかしいいよと、うん、いいよっていうでもガチャで狙うのであれば雨のメラクモとイージス、うん、この2体です ね, そうねこの2体、はい、で降臨で運極を作るべき、うん、結論ヤマトノオロチは作る必要全くございませんそうですね、はい、もうまあ、うん、数稼ぎ数稼ぎ数稼ぎ簡単だからね、うん、割と数稼ぎですね、はい、スケラは、はい、作っておいた方がいい、うん、おすすめ、まあ、おすすめですね、まあ、多分基準はねそんなにおすすめにはしてますけど、うん、そこまでご了承はしないかもしれないけど、うん、まあ、うんうん、作っといた方がね、まあ、珍しいですから、ね、そう珍しい、うん、あとアビリティセットとかね友情やっぱ優秀だと思う、うん、はいはいはいしてね絵もいいっていうね組み合わせもなかなかないんでそうはい、うん、まあ作っといてもいいでしょう、まあ、そうですね、うん、もうまあこれ見てまだ迷ってるね、うん、人はちょっとまあ駆け足でちょっとね、はいはい、もう残り2、3日本当に2、3日でしょ終わるじゃん2、3日しかないけど、はいはいはい、そうそうちょっとね、うん、まあでも今後来るから全然、まあ、そうそう降臨は来ます来るから、まあ、ガチャも出るしね、はい、普通に、うん、なんで獣神祭出れる、はい、そうですねいつでも出ますからねそうそうそう、うん、はい、まあ、作ってみてもいいんじゃないでしょうか、うん、確かにはいはい、はいうん、ってことですてか普通にイージスとかモンコレとか入ってきそうだし確かにね。だってイザナギセロハマるからね、うん。絶対入ってくるよ、ね。絶対入ってくるわ。いいさ、はい、入ってきそうだな。じゃあ別に今行かなくても大丈夫そうですね。確かに確かに。はい、うん、まあ自分のねタイミングでそう最近ね本当いろいろガチャ細分化されてきてるから確かに確かになんかいろんなシーンね、うん、また雨の村雲とかも出そうだよ、うん、そのね、まあ、属性のね性なんか分けあり方とか、ね、種族とかガチャこの前なんか無駄に闇と木が合体してたし、ね、そう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 、うん、なんか合体してくれるならまた、うん、ね。うん、火光みたいなのあるかもしれないし、そうそうそうまあガチャもね、うん、狙いやすくなってるんでちょっと迷ってる人はちょっと引いてみて、はい、いいでしょうか、はい、はい、じゃあねチャンネル登録、はい、まだ人、はい、ぜひぜひその機会に、ね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ツイッターとやってますんで、はい、お願いします、お願いします、はい、じゃあ今回もゲームズ RPG スタジオ2からお送りしました、はい、お送りしました、ナウシカノオでした、シロでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。